オスマン建築は14世紀から19世紀までのオスマン帝国の勢力下において見られる建築。サファビアサペルシャ建築、ムガルアサインド建築とともにイスラーム近代建築の一角を形成している。それまでのイスラム建築よりも論理性や幾何学的秩序を重んじる傾向が認められ、イスラーム世界の名手となったスレーマン一世の時代には、 他のイスラム建築にも西ヨーロッパの建築にも見られない独自の空間を形成した。また、末期に至るまで東ローマ帝国の大聖堂であったアヤソフィアを例外として他の建築様式からの影響をほとんど受けなかった。ヨーロッパ列強国の干渉を受けるようになった18世紀末になるとヨーロッパ化した貴族階級によってバロック建築。 ロココ建築の装飾を取り入れた住居建築が建てられるようになったが、このような混合様式の住宅形式が現代の住居建築、特にフランクロイドライトに影響を与えたとする話もある。エディルネにあるセリム2世のモスクトルコ建築を大きく前期と後期とに分ける場合、その後半を占めるのがオスマン建築である。イスタンブールとその近郊都市に建設された巨大な モスクという名詞で呼ぶ。以降モスクをジャーミーと表記する。が、印象的であるが、ジャーミーを中心とした、マドラサ、病院、救済施設を融合した複合施設であるキュッリーへといった建築群、挙縮の集合体としての宮殿、そして住宅建築もお住まい建築を特徴づける建築物である。オスマン帝国の建築の起源は、 ルームセルジューク朝の建築とセルジューク朝のペルシャ建築からデザインを借用したもので政治的な安定を得るまでは独自の意象は開拓されなかった東ローマ帝国の建築についてはその関係があまり明確ではないものの少なくとも初期の段階においてはほとんど影響を受けていないコンスタンティノポリスを征服して東地中海の覇者となり総霊者 スレーマン一世の元オスマン帝国が絶頂期を迎えると、オスマン建築はその衣装だけではなく、優れた社会施設や建築技術を開花させた。その代表的な建築が、16世紀の結出した建築家、ミマール水難によって確立された提出のジャーミーで、皇帝の名を持つ巨大で壮麗な建築が、次々と建設された。水難は、 アヤソフィアの衣装と構造を参考にして、オスマン建築における、ジャーミーの様式を決定づけるなど、アヤソフィアから多大な影響を受けたが、アヤソフィアは、ビザンツ建築の中でも特殊なのものであり、他の一般的なビザンティン建築は、模倣の対象としてではなく、想像力をかきたてるものとして利用された。しかし、アヤソフィア以外のビザンティン建築とオスマン建築の関連は、 必ずしも明確ではなく、実際に水難も、その建築において、アヤソフィアの構成を釈用しながら、当然ながら、他のビザンツ建築に見られる一般的なビザンツ的要素をことごとく排除した。16世紀以降、オスマン帝国は緩やかに衰退していくが、水難没後のオスマン建築もまた衰退し、その意装は緊張感のかけるものとなる。やがてジャーミーに代わり、 スルタンや有力政治家の住居、邸宅の建築が盛んになり、ボスポラス海峡沿岸には豪華な邸宅建築が並ぶようになった。オスマン帝国末期にはヨーロッパ列強の影響力を強く受けるようになり、アルメニア正教徒のバルヤン一族によってヨーロッパ風の宮殿建築が建設されるようになった。しかし、意常的にはバロック建築を参照しているものの、 その平面計画はオスマン伝統のものであり、オスマン建築はその独自性を最後まで失うことはなかった。オスマン帝国の成立時期は明確ではないが、地理的にはルームセルジューク朝と東ローマ帝国が国境を接するアナトリア半島西部に成立し、新興戦士、つまりガーズイーの称号を得るほどの軍事組織であったとする説が有力である。オスマン一世から オルハン、村と一世に至るまでの間に、オスマン帝国は勢力を拡大し、ルームセルジューク町と東ローマ帝国の勢力範囲を逼迫した。オスマン帝国黎明期の建築、オスマン帝国で初めて作られ始めた建築は、ルームセルジューク町のイスラーム建築を直接の起源としている。1333年に、伊豆肉に建設されたハジュ・オズベクジャーミーは、 最古のオスマン建築とされており、ドームを線形のスクインチで支えるシングルドーム形式を採用している。これは15世紀以降に大規模に用いられるようになるが、その起源はルームセルジューク町の建築に遡るので、ビサンティン建築の影響を受けたものではない。また、交差ー,ーンモスクと呼ばれる交差軸上にイーーンを持ったジャーミーが確認されているが、 これもルームセルジューク町のマドラサに見られる建築手法である。キュッディエワ村と一世の地世において初めて建設された。1366年からブルサ近郊のチェキルゲで寄港されたキュッディエワ、ジャーミー、マドラセ、エスキカプルジャ、旧品施設、クルアーン学校によって構成されている。これらの施設は宮殿に隣接しているが、どれも丘陵地のあちこちに点在しており、 系統を立てて建設されているわけではない。1391年頃に、バヤジと一世がブルサに建設したキュッリィエも、同様にバラバラの配置となっている。しかし、バヤジと一世のキュッリィエでは、すべての施設は、石石構造となり、随所に仕上げ材として、大理石が用いられた。マドラサについてはこれ以降、オスマン帝国で建設された、マドラサの典型となるもので、 巨住棒の前面をドームの連続する回廊が取り巻き、抗議室が設置された。また、オスマン帝国初期のスルタンはイスラーム神秘主義教団と密接な関係にあり、従って初期オスマン建築のキュッリエには必ず神秘主義の修行者の宿泊施設が用意、されていた。危機の時代以降の建築ティムール朝に対する敗戦を契機とした国内の一時的な混乱は、 建築活動にも多大な影響を与えたが、国内の分裂状態は1410年代までには、収束し、メフメと一斉によって、再び建築活動が息を吹き返すことになった。イエシル・ジャーミーのミフラーブ・ブルサのイエシル・ジャーミーは、緑色のモスクを意味するその名の通り、見事なタイル装飾を見ることができる。初期オスマン建築の傑作と言われる、このモスク建築複合体は、 メフメト一世の命により1412年あるいは1413年から寄港され、当時ブルサの知事であった、ジュイわずによって設計された。建物は1420年頃までには建設されたが、装飾は1424年になって完成している。このモスクの主要な特徴は、ミフラーブのある礼拝堂室にドームが設けられ、 本来中庭となるべき、礼拝室の前室にも同じくドームがかかっていることで、ある。このような空間は、ルームセルジューク朝では全く見られない。タイル装飾はそれまでの伝統的な装飾であるが、イエシルジャーミーのミフラーブに見られるタイル装飾は、壮霊さの点では、ルームセルジューク朝で作成されたものを超越しており、思考上ある程度の未熟さは認められるものの、 大理石とタイルの金星が取れた調和した比類なき空間を構成している。オスマン建築の最盛期には、巨大な低出モスクが建設されるようになるが、その最初となるのは、バヤジと一世が、ニコポリスの戦いでの勝利を記念して建設した、ブルサのウルジャーミーである。これは、ルームセル19朝から続く、伝統的な回収モスクである。しかし、 村と2世以後の改修モスクは非常に巨大なものとなり、その内部空間はバヤジと1世の伝統的な改修モスクとは基本的に異質なものとなっていった。村と2世が1438年に建設を命じたエディルネの宇宙者レフェリジャーミーは礼拝空間を巨大な単一ドームで覆った最初のモスクである。礼拝堂はアーチが形作る六角形の上にドームを乗せた。 構造で、当時としては大変巨大なものであった。それまでの巨大礼拝堂は、連続したアーチ構造によって形成されていたので、空間内にはいくつかの柱が立ち上がっていたが、ユチューシェレフリジャーミーでは、柱のない広大な空間への探求が見られる。このモスクの名前の由来となっているミナーレも巨大で、その後一世紀の間、これを超える高さのものは建設されなかった。 コンスタンティノポリスの再建時、ーへの整備地に入り、挙縮1453年、コンスタンティノポリスを陥落させた、征服王メフメと二世は、ほとんど廃墟となった、この都市に首都を移転させた。1465年までには、家にサラインは建設されたが、この宮殿は後に、多くの増改築がなされたので、現在は新築当時の姿をほとんど止めてはいない。その中で、 シにり巨宿は、メフメと二世時代の建物では、ほぼ完全な形で残る唯一の建物である。正面の列柱は18世紀に再建されているが、当初は木造で作られたペルシャ風のものであった。平面プランについてもペルシャ風で、十字型交差炉の紙幣に各部屋が配置され、交差炉上部にはドームが設置され、かつては緑色のタイルで装飾されていた。 ファーティフ・ジャーミーの前提はヤジと二世のキュッティ・エム・フメと二世の混流したジャーミーはファーティフ・ジャーミーとそのキュッティ・エである。ファーティフ・ジャーミーは1470年に新首都となって間もないイスタンブールに建てられた。設計者の名はミマール水難とされている。このモスクはハギア・ソフィア制度の影響を直接受けて建てられた初めてのモスクと言える。 アティクシナンはこのファーティフ・ジャーミーの規模を、ハギア・ソフィア制度よりも大きくすることに失敗したため、メフメと二世の怒りを買い、処刑されたとも両手切断の刑に処せられたとも伝えられるが、これも確かなことは不明である。ファーティフ・ジャーミーは1766年の地震で、倒壊してし、元々の基礎の上に当初とは著しく異なる姿で再建されたため、今日、 創建された当時の姿はないが、モスクの当初の姿は、マトラーキーの挿絵やロリックが1559年に描いたホリり版画の中に見ることができる。研究によれば、そのドームは直径26メートルの大ドームで、それまでのいかなる試みをも超えるものであり、それをいただく正方形のプランで幾何学性を重んじた作りになっていた。また、 木村側に大ドームと同型の半ドームを備え、左右の側ローブは大ドーム直径の半分の小道を持つ小ドーム3基を備え、それらで当時のモスク礼拝堂を覆っていた。このモスクの礼拝室の設計で注目される半ドームの使用、また大小ドームの秩序立った配置に対応した平面計画は以後のオスマン帝国のモスク建築の出発点となった。 狂いなく左右対称で広大な外庭には、他ドームで覆われたマドラサやデルビッシュたちの宿舎や、事前的な施設といった施設が配されており、そのスケールは帝国的である。これはキュッティエにも浸透しており、各施設が理路整然としかも対照的に配置されている様は、初期の段階のキュッティエが無秩序に配置されていたのとは対照的である。キュッティエとは、 モスクを中心として、多数の公共施設を一括して計画した、いわば複合都市施設とも言うべき構造のことを言う。この種の複合施設の発想そのものは中世、イスラム世界において珍しいものではないが、ファーティフ・キュッティエは、オスマン・朝下に建てられた最初のキュッティエである。ここに見られる厳格な幾何学生は、オスマン帝国が当時、アナトリア及び、 バルカン半島にもたらしつつあった秩序と統一等を象徴するものであった。一つのプロジェクトにおいてこれほどまでの統制がなされたのはオスマン帝国においてはこれが初めてである。ここでの秩序が単なる独裁的な支配を超えたものであるということはメフメトの建造物が王立モスクかつ総裁の場であるとともに一つの大学であったことから明らかである。前日の通り モスク自体は後に再建されたのだが、前提の周囲は地震による影響を受けなかったので、広々として落ち着いた空間と、各施設に至る古風な柱に支えられた、幅広い連続したアーチを見ることができる。礼拝ホールのポルティコとリワークには、ある種の区別がなされているが、その構成は、ユチュシェレフェリのものよりうまく融合したものになっている。当初の礼拝ホールの入り口は、再建された。 新しい建築物の中に取り込まれている。そこでは曲線が途中で途切れている上心アーチが一つ使われ、その外側を長方形の枠が縁取っている。このキュッティー絵は現在も多くの信者を集め、市民の宗教を日常生活の中心となっている。神秘主義教団と関わりの深かったバヤジと二世は教団の本拠地であるエディルネに、 ジャーミーとキュッリィーエを建設した。バヤジとニセイのジャーミーは、外観は明らかにアヤソフィアの模倣であるが、内部の礼拝空間はペンデンティブドームによる単一ドーム形式で、アヤソフィアとは全く異なっており、このような形式は後の回収モスクの原型となった。キュッリィーエには、チリニトシクに似たタブハーネや、精神疾患の治療に充てられた病院があるシファー。 マドラサが建設され、ファーティフ・ジャーミーほど幾何学的形式で配置されているわけでないが、秩序を立てて配置されている。ソウレオ王の時代と建築家、水難ル・回る水難は、スレーマン一世による帝国最盛期のオスマン建築を代表する建築家である。彼は、非イスラム教徒の家庭に生まれたとされるが、デオシルメ制度によって徴収されて、イスラームに改修し、 家にチェリの工兵隊に入隊した。やがて建設の才能が認められて、この駅兵隊に取り立てられ、1538年に、提出造営局長に任命されて、以後宮廷建築家として、才能を発揮した。彼は、ほぼ同時代に生きたミケランジェロ・ブオーナローキと、被検しうるほど非凡な才能を持った革命的建築家であった。 それまでのお住まい建築が様々な形態を寄せ集め、結果的に曖昧な空間になっているのに対し、水難はそれを論理的に組み立て直し、全体を調和したものに変えてしまった。オスマン建築は彼によって完成の域に達したのである。水難の初めての大きな仕事は、シェフザーデ・ジャーミーの設計であった。このモスクは、エディルネのバヤジと二世のモスクのプランを下敷きに、 しているが、四方にハンドームが付け加えられた集中的な性格が強い、もので絶妙のバランス感覚の上に建設されている。水難自身はこれを修作とするが、そのプロポーションは完成度がかなり高い。スレーマニーエ・ジャーミー内部、セリーミエ・ジャーミー内部1550年に、水難は代表作となるスレーマニーエのキュッティーへの建設工事の命を受けた。 イスタンブールの7つの丘のうち、斜面から、金閣湾を望むうちの一つが敷地として選ばれ、中心となるモスクには、高い記念性を要求されることになった。水難は、シェフザーデジャーミーを元にしたプランを計画したが、半ドームを四方ではなく、前後の二辺に設置することによって、アヤソフィアに近い構成にしている。しかし、 アヤソフィアがギャラリーを持つことによって一定の方向性を持っているのに対しスレーマニーエ・ジャーミーではギャラリーを排して広々とした空間を演出している。また内部空間の完成度の高さの割にアヤソフィアの外部は比較的無頓着であるがスレーマニーエでは内部の空間を形成するボリュームが外部立面でうまく調和し完結している。水難は生涯において 多くの建築を設計したが、その最晩年の建築となるのが、エディルネのセリミエのキュッリー絵である。彼自身が最高傑作と称するモスクは、ドームの直径が31.28メートルに達する巨大なもので、平面はほとんど天体シである。構造的にも素晴らしく、ドームは8本の円柱とそれらに渡されたアーチによって支えられ、これを フライングバットレスが支えることによって広大な内部空間を形成する。開口部もふんだんにうがたれており、内部は非常に明るい。キュッリーエの他の施設は、モスクに付随する二つの建築物に収められており、全体のプランは完全な対称性を保っていた。スルタンアフメトジャーミー水難没後、提出モスクは、そのデザインの源泉を水難のあらゆる建築の中に、 求めたが、決して彼の想像を超える建築物は作られなかった。家にジャーミーは水難の後継者であるダウトアーによって設計されたが、彼は1599年に処刑されてしまい、1633年に完成したこのモスクは水難のものと比べると、その構成はかなり見劣りするものとなった。水難以後のモスクで最も有名なものは、スルタンアフメトジャーミーで、 国際的にはブルーモスクの通称で知られる。これは1609年にメフメトアーによって設計されたもので、彼はイスラム教徒ではなく西ヨーロッパ生まれでのキリスト教徒であった。ブルーモスクは今日イスタンブールの観光名所として名高い。内部空間には広がりがあり、ステンドグラスによる淡い光とイズニックタイルの装飾は非常に美しい。18世紀以降、 オスマン帝国では巨大公共建築はほとんど建設されていない。しかし、住宅は継続的に建設されており、以後のオスマン建築は、宮殿、住宅建築が主要な要素となる。トップカップ宮殿の邸宅と地方総督の宮殿目不明と二世によって建設されたトップカップ宮殿は、18世紀以後も増築と改築が繰り返されており、 初期の建物はほとんど残っていない。オスマン最盛期に建設されたものとしては、1578年に水難によって再建されたハレム、1585年にダウトアーによって建設されたアルゾーダなどがある。貴族階級の様々な要求を満足する形で、オスマン後期になっても居宿は建設され続けた。 バーダット巨宿イスハクパ社の宮殿後期に建設されたもので最も有名なものは1623年にバグダード再征服を祝って村と四世の命により建設されたバーダット巨宿である。これは当時の宮廷建築家ハサンアによって設計された。元来は王座の間として建設されたと推測され十字平面の上に乗るペンデンティブドームは 黄金のアラベスク模様のタイルで飾られた豪華なものであるが、タイルの質にはすでに芸術的衰退の兆しがあることが指摘される。このほかカラムスタファ・バ社の巨宿などは18世紀に再建されたものである。トップカップ宮殿やボスポラス海峡沿岸に建てられた巨宿はオスマン帝国の住居建築の理念を体験していると言える。19世紀に至るまで、 材質や装飾、調度品の豪華さの程度はあるものの、平面的には、皇帝や貴族と庶民の間には、基本的な差異はなかった。宮殿の内部空間の大きさは、人間的な尺度で作られ、決して壮大なものではなく、また、特定された目的のための部屋、という意識は、ほとんどなかった。住宅には、居住空間としての柔軟性が求められていたのである。 オスマン帝国の総督たちは地方において王のように振る舞い、彼らによって帝国の勢力下には素晴らしい宮殿建築が残されている。アララト山の麓、ドーバヤジト近郊2784年頃に完成したイスハクパシャ宮殿はオスマン帝国から半ば独立した状態にあった、クルド人の知事イスハクパシャによって築かれた宮殿であった。 20世紀に軍の駐屯地としても使われたこの建築複合体は防御の容易な山の頂に立つ。全体的にはお住まい建築よりもルームセル熟帳の建築様式の影響が強いが、バン古にある悪玉ル島のスルブ発生堂のような浮き彫りを想起させる装飾も用いられている。また中庭に向いた円柱に乗る三連アーチの中楼部分には 北シリアの建築の影響を認めることもできる。ハマーのアズム宮殿は、北シリアの名簿家アズム家のアスアドパシャによって、1742年に建設された宮殿であったが、1982年にシリア軍によるムスリム同胞弾総統戦によってほとんど破壊されてしまった。宮殿は逆定字型をした、越権の間を中心として構成され、装飾は大変豪華で、 ムカルナスに覆われた四つの大アーチに乗るドームをいただく。建築の構成はマムルーク町の建物の影響を認めることができる。同じくアスアドによって1749年に建てられたダマスカスのアズム宮殿は中央には広大な中庭を持つ形式で、これを中廊のある大広間と部屋が取り囲む。多彩式の石材と木材を使った装飾のスタイルは ハマーと同様に非常に成功である。トップカップ宮殿と同様、部屋は小さく質素で、さらに外部に対して宮殿であることの故事はない。ベートエティーン宮殿は、アミール・バシール二世によって、ベイルート近郊の山中に1810年に建てられた。2層2重の中楼を持つ美しい中庭を囲む形式で、アーケードは八角形の小柱によって支えられている。 中央に泉を配置し、ファサードに壁間を合つ方式は、サファビアサペルシア建築の越見室に類似しており、地方様式の影響がオスマン建築の性質を抑えている。帝国末期の建築とバルヤンやドルマバフチェジャーミー、ドルマバフチェ宮殿の大ホール19世紀になると、ヨーロッパ諸国の莫大な借還によって、オスマン帝国は猛烈な公共事業を推し進める。 最終的には成功しなかったが、タンジマートによって国家機構を西欧化しようとしたのである。建築においてもヨーロッパ宮廷の建築様式が積極的に取り入れられるようになった。このため19世紀のオスマン建築はオスマンアンピール様式と呼ばれる絢爛豪華な西欧風ものとなったが、平面構成は旧来の伝統に即したままであった。 この時代のオスマン建築の担い手は、アルメニア人のバルヤン家の人々で、この一族によって100棟以上の建築が設計された。ヌスレティエジャーミーは、1826年に、マフムト2世が家にチェリの解体に成功した記念として名付けられた、旧帝礼拝堂で、クリコル・バルヤンが設計したものである。スルタンは、トップカップ宮殿から海を渡って訪れるため、モスクの背後に、 控えの間が取られ、それまでのモスクのように前提を必要とせず、代わりに二つの泉邸を持つテラスが設けられた。いささか過剰とも思われる装飾は、オスマンアンピール様式と呼ぶにふさわしい。1842年、アブデュルメジェと一世によって、トップカップ宮殿に代わる、新たな宮殿の建設が始まった。敷地には、宮廷庭園のあるドルマバフチェが選ばれ、ガラベット、バルヤン、 ニコースバリアンが建設に携わった。1855年に完成したドルマバフチェ宮殿はバロック建築の手法を取り入れたもので中央に大広間が設けられ海から向かって左側が公的空間であるセラムルク右側を指的空間であるハレムに割り当てた構成となっている。建物へのアプローチはボスポラス海峡から船で行われ外国特使は 最初に、大広間正面の鳩場に降り立った。外部のバロック的衣装とは、対照的に、平面は、オスマン帝国の伝統的な住宅のものである。また、豪華な大輪縛りの浴室や、クリスタルの階段なども、オスマン特有の装飾趣味であると言える。ボスポラス海峡沿いには、ユルドゥズ宮殿、ベーデルベー宮殿が建設されたが、いずれも、ドルマワフチェ宮殿に習ったものである。 オルタキョイジャーミー宮廷礼拝堂となるドルマバフチェジャーミーはニコースバルヤンの手によって1854年に完成したものである。ヌスレティエジャーミーとほぼ同じ構成でありながら外部装飾は抑制され、より洗練された印象を受ける。彼はこの他にもオルタキョイジャーミーを設計しており、同様に洗練したデザインを見ることができる。オスマン建築の最も特徴的な建築物は、 大ドームをいただくジャーミーである。イスタンブールにおいて、オスマン時代のこれらのモスクと、都市中心に位置するアヤソフィアを見比べ、そこに、ビサンティン建築の影響が認められると思われがちで、あるが、それはあくまでアヤソフィアの影響であり、他のビサンティン建築とオスマン建築との間に、認められる、形態上の共通点は少なく、オスマイ建築の発展過程において、 ビサンティン建築が果たした役割についてはあまり明確でない。他のイスラム建築からの影響をも取り入れなかったオスマン建築は16世紀から17世紀にかけて最盛期を迎え、やがて衰退するが末期においてすらヨーロッパ建築の影響は装飾的部分に限られており平面計画は お住まい建築の伝統的な形態に従っていた。メフメト2世が1453年にコンスタンティノポリスを陥落させて市外に入場した時、30万から40万人の人口を要し、世界の富の三分の鬼が集まるところとされた、この都市はほとんど廃墟と化していた。メフメト2世はすぐさまコンスタンティノポリスの再建を支持し、アナトリア半島の各地から、 トルコ人のみならず、エジプト人、シリア人、ペルシャ人のほか、ユダヤ人、アルメニア人、キリシャ人などのヒースラーム教徒をも移住させた。征服時に数千人にまで減少した都市の人口は、1480年頃には7万人に回復し、スレーマン1世の即位時には40万人、16世紀末には70万人にまで膨れ上がる。このような急速な都市の発達により、 イスタンブールには、キュッリーエを除けば明確な都市計画はない。都市住民は建てたいところに、庭の付随する木造を2階建ての住居を建設し、関係の監視にもかかわらず、時には道路の形状まで変えてしまうほどであった。このため、イスタンブールには、大通りと呼べるものは、ディーバーンよると命名された通りしかなく、その他の道では馬車ですら通すことができないほどで、 物品の運搬は人力に頼るものであった。また、東ローマ帝国の時代には、石石像の壁からだであった、一般家屋も、オスマン帝国の時代には木像、練り土壁となったが、このような都市構造は火災に対して非常に脆弱で、しばしば深刻な被害を受けた。しかし、帝国の前時代を通じて、古代の地中海特有の整然とした都市形態は採用されず、 現代に至っている。地方都市では、イスタンブール以上に、都市は無計画に形成されたと言って良い。オスマン帝国では、大中規模の都市に人口が集中する傾向にあり、スレーマン一世の統治下40から50年程度の間に3倍もの人口増加を経験した、カイセリのような都市もあった。また、中世以降のヨーロッパの都市のような行政組織もなく、 オスマン帝国の都市居住者には都市計画という概念は全くなかった。16世紀初頭まで東ローマ帝国によって建設された都市ではかつての街路が生き残っていたが16世紀の経済的発展の中で侵食されついには消滅していった。その無秩序ぶりは都市の生活水準が高いとはとても言えないはずの当時の西ヨーロッパの旅行者ですら呆れさせるほどである。 都市の混沌は急速な経済的発展を遂げたことを意味しているが、このような都市として、アナトリアの中心都市であったブルサや、羊毛の輸出拠点であったアンから、海上交易によって発展した、イズミル、ペルシャからの交易中継地であったアレッポ、メッカイの巡礼中継地であったダマスカス、ヨーロッパ方面の軍事拠点都市であったエディルネなどを挙げることができる。 無秩序に形成された都市の路地は、迷路のように入り組み、ほとんどの場合、袋工事になっていた。近隣の関係性を無視して形成された結果で、あったが、このような路地空間が、近隣住民のコミュニティの場となっていた。オスマン帝国の都市には外区ごとのモスクの存在もあり、広場というものは必要とされなかった。 オスマン建築の土木技術の高さを証明しているのが、イスタンブールの給水設備である。イスタンブールには、すでに、ローマ帝国、東ローマ帝国によって、現在のキャウトハーネとベルグラードの森を水源とする、給水路と貯水槽が建設されていたが、オスマン帝国がこれらの設備を利用したかどうかは、あまり明確ではない。アフメト3世のセビル十六世紀まで、 イスタンブールの水路は、ハルカルを水源とする5本の給水管によって、賄われ、第6給料から第1給料に至る尾根を伝って、トップカップ給電と、各キュッリィエに伝達されていたが、このルートは、ワレンス水道を伝って行われた東ローマ帝国の給水路とほとんど同じ経路であった。16世紀中央に、ハルカルを水源とする給水路はさらに5本が追加され、 オスマン帝国末期には合計16本の給水路が建設されていた。ハルカルの水路網はキュッリーエアモスク、マドラサなどのどちらかというと公共施設に対する給水を目的としていたが16世紀中央には建築家水難によってキャウトハーネを水源とするクルクチェシュメの水路が整備される。この水路は住宅やハマム、チェシメなど 生活用水の確保を目的として建設されたものである。この水路は、ハルカルの水路とは異なり、丘陵の尾根ではなく、丘陵の中原の東高線を沿うように整備されており、そこから海に向かって枝水路を伸ばした。ハルカルとクルクチェシュメの両水路の末端には、チェシュメと呼ばれる給水線が建設されている。チェシュメは、貯水槽の外壁に設けられたニッチに、 給水用の末端設備を取り付けたものであり、周辺住民や水売りの溜まりとなっていた。つまり、日本でいう井戸橋である。チェシュメは、庶民が利用する機能重視の建築であるが、より豪華なものとして、泉邸と呼ばれる給水施設があった。こちらは、公共性が高く、より趣向のある、洒落たデザインの建築であった。オスマン帝国の領土は広大で、その地理、 気候も地方によって大きく異なる。住宅建築は気候と伝統に左右され、安くオスマン帝国全土に共通する住宅の一般的特徴を挙げること難しい。しかし、アナトリア半島からバルカン半島南部のイスラームの住宅には共通した特徴があり、オスマン帝国の住宅建築を代表するものである。ため、ここでは、 アナトリア半島一帯で建設された住宅について記述する。セラムルクとハレムイスラームでは女性は家族以外の男性と自由に接触することが禁じられているため、セラムルクとハレムリキが明確に分けられていた。一般住宅の住み分けは、階によって分けるもの、住宅の中心に壁を設けて長屋状になるものなどがあるが、 オスマン帝国の最小や高級官僚が居住した庭園を持った石石像の定観などでは妻や幼い子供、女性たちが居住するハレムは完全に別当の建築物になることもあった。トップカップ宮殿のハレムは独立した建築物であるがドルマバフチェ宮殿では大広間を挟んで陸に向かって右側がハレム、左側がセラムルクに分設されている。 いかに粗末な家であっても、このような住み分けは行われており、壁ではなく、ト板やカーテンで仕切られた空間が、ハレムリキとしてあてがわれていた。ハレムリキは、結婚後の女性にとって、唯一の自由な空間となる。このため、長子の神父に対しては、一般に最も日当たりが良く、豪華な装飾を持つ空間が与えられる。家に、外来者が来ると、女性たちは、 晴れ無理期に隠れてしまうため、住み分けを、木枯橋別に行っている住宅では、セラムルクを通らずに、水場やトイレに行くための給仕用の動線が確保された。住宅の中心に壁を設ける場合は、開閉面に回転扉が設置され、晴れ無理期から給仕された食事や茶などを、この回転扉から、セラムルクに受け渡した。基本的に女性は生活の大部分を、家屋内で行っていたが、 外部からの視線に対しても気が配られていた。路地に面した窓にはカフェスと呼ばれるついたてが設置され、これが外からの視線を遮り、逆に室内の女性たちは顔を隠すことなく、外の様子を伺う,うことができた。カフェスは窓の一部であるが外部に突出して外来者を確認できるもの、さらに発展して買い物ができるようにカゴを上げ下げする。 小さな開口部が取り付けられているものもある。夏の家と冬の家サフランボルの伝統的な住宅地方都市ではあるが、オスマンの伝統住宅の良好な姿をとどめているのは世界遺産にも登録されているサフランボルである。サフランボルは冬と夏で街の生活そのものが移動し、夏にはバーエビと呼ばれる果樹園に取り囲まれた山の東斜面に生活の場が移る。 仕事など、日々の生活には夏であっても冬の家が使われるが、仕事が終わると、人々は夏の家に移動し、そこで寝食を行うのである。夏の家と冬の家には、平面上、特に目立った際はないが、夏の家は、十分に風を取り込めるように開口部が大きく、かつ多く設置されている。逆に冬の家は、開口部の面積が小さい。イスタンブールの住宅は、 20世紀に至るまで、ほとんど変わることなく建設され続け、現在でも、イスタンブールのアジア側にあるユスキュダルや、ボルケンのギョイヌックなどには、15世紀と変わらない、都市型の住宅を見ることができる。イスタンブールのような大都市でも、上流階級に限ったことではあるが、夏と冬の住み分けは行われていた。しかし、都市があまりにも大きかったため、 夏の家と冬の家はかなり隔離されていることが多い。夏の家は景色の良いボスポラス海峡沿岸に建設されており、彼らは船を利用して、邸宅を往来していた。反対に、冬の家はボスポラス海峡から吹く冷たい風を避けるように、金閣湾を望む傾斜地に建てられていた。当然のことながら、庶民には、 このような別々の銃を建設する余裕はなかったが、夏用の部屋と冬用の部屋を設置し、あるいは家具での季節外を行っていた。カパル・チャルシュスマン帝国の商業空間は、チャルシュと呼ばれる。チャルシュは、伝統的に、貴重品を扱うため強固な建築となっている、ベデステン、通り市場上の建築である、アラスタ、大正宿に由来する藩、そして巨大施設である、カパル・チャルシュからなる。 イスタンブールの場合、チャルシュは大規模な商店複合施設である、カパルチャルシュを中心として広がっている。イスタンブールのカパルチャルシュは、アラスタと呼ばれる商店が拡張したものであり、本来は別の商業施設で貴金属などを扱う、ベデステニア、金属加工の工房などをも包含している。グランドバザールの名の通り、この種の施設としては、最も巨大であるが、チャルシュ自体は、 モスクやハマムを巻き込んでさらにその外側に広がっていた。イスタンブールに限らず、オスマン帝国の街には必ず街の中心となるチャルシュがあり、アラスタやベデステンのほか、かつて招待宿泊所であったハインやパザールなどの空間もあった。チェルシュは、史上は日本ではペルシャ語に由来するバザールと呼ばれることが多いが、トルコではバザールは露天商を意味する言葉で、 定期種を指して用いられる。常設の露天市場もあり、こちらは、ハルクパザルと呼ばれる。オスマン建築の商業施設において、最もユニークな文化、空間は、1554年に、イスタンブールに誕生したカフベハーネである。これは、京カフェと呼ばれる、喫茶空間の始まりであり、ヨーロッパに取り入れられるや、イナや、コーヒーハウスとして、急速に普及した。ただし、 オスマン建築において、明確なカフベハーネの建築形態はなく、都市の条件や利用客の要求によって、柔軟にその姿を変えつつ、現代に至っている。場合によっては、店舗がなくても路地にテーブルを並べただけで成立する。ヨーロッパのコーヒーハウスと、同じく政治的に重要なものになる場合もあり、現在でも、ロカルと呼ばれる、政党事務所のようなカフベハーネもある。 イエシル・ジャーミー・ルメリヒサル・ベヤズット・ジャーミー、ヌール・オスマニエ・ジャーミー・ハット・ ABJD ・ホーグ、図説世界建築シースラム建築 P237、ハット・ JD ・ホーム、図説世界建築シースラム建築 P218、P237。P 初期のオスマン建築の特徴であるスクイーン地によって支えられるシングルドームと交差軸 E1 モスクは共に セルジューク建築に遡る。石とレンガを交互に積層する壁は、ビサンティン建築に起源があるが、その採用方法は、ビサンティン建築とは異なる。しかし、イズニクにおいて、ビサンティン建築との関連を指摘する、次のような論文もある。シミュラリティーズビトウィーモットマン、ローカルビザンティンアーキテクチは、ハット・エヌ・ペブスナー編、世界建築時点 P306。 オスマン帝国においてアヤソフィアは常に称賛され続け、建築家水難はいくつかの作品については確実に自らの建築の源泉としていると考えられる。エ A 苦労、スレーマン大帝とその時代 P355 三百、客中点二を参照。ギュルジャーミー、エスキーマレトジャーミー、フェナリッサジャーミーなど東ローマ帝国の境界道のいくつかはオスマン帝国の時代に モスクに改装されており、その他あやイりなど倉庫や武器庫として用いられた建物もある。ただし、これらの建物がオスマン建築にどの程度の影響を与えたかは定かでない。ハギオス・アンドレアス制度のように改装によってビサンティン建築とは異なった印象の建築物になってしまったものもある。セリム一世によって約1000人が移住させられ、 建築の装飾にも用いられる陶器の発達に寄与した。マルマラ海周辺に居留。イランなどの西方貿易をほぼ独占していた彼らも商業、金融業の担い手となった。また、東ローマ帝国の時代から高度な建築技術を保持していたため、建築業にも携わった。マッキオスマン建築の担い手となるバルヤイケもアルメニア人である。エクロー スレイマン大帝とその時代、P269P270。現在のゲジェコンドと呼ばれる住宅建築については、自ンギリステッキ、ゲジェコンド我々の村、トルコイスラアーム都市の空間文化 P52P65 を参照。A クロウ、スレイマン大帝とその時代 P329P330。山本達也。 建築探訪8トルコの民家 P14P16 山下王与、オスマン町イスタンブールの給水建築、トルコイスラーアーム都市の空間文化 P78 山下王与、オスマン町イスタンブールの給水建築、トルコイスラーアーム都市の空間文化 P80P84 山本達也、建築探訪8トルコの民家 P57P58 怪物の住み分けを行う場合、ハレムは、長めの良い最上階に当てられ、下界を、セラムルクとした。しかし、水場などは、セラムルクの一部かその下の木座端に設けられるので、水場に至る急勾配の階段、あるいは、セラムリクを通過するだけの階段室が、設置されるなどした。山本達也、建築探訪8トルコの民家 P58P59。山本達也、 建築探訪8トルコの民家 P49P52 山本達也建築探訪8トルコの民家 P52P54 鶴田し子トルコのバザール空間と広場トルコイスラーーム都市の空間文化 P11 鶴田し子トルコのバザール空間と広場トルコイスラーーム都市の空間文化 P13 シシドカツミイスタンブールの喫茶文化 トルコイスラアーム都市の空間文化 P22P23 ありがとうございます。